札幌すすきののガールズバー放火事件では男女4人がけがをし、そのうち意識不明の男に放火の疑いが持たれています。男は事件前、現場近くに止めた車からガソリンのような液体を蓋付きのバケツに入れて現場へ移動していました。また捜査関係者などによりますと、男は作業服のような服に帽子、マスクを着用していたことが分かりました。繁華街でバケツを運ぶため変装を試みていた可能性があるとみられます。男の車からは蛍光缶や事件直前にガソリンを購入した際のレシートも見つかっていて、警察は放火に至る経緯を詳しく調べています。